ここからは5月15日発売予定、バンダイナムコゲームスのプレイステーション3用ソフトアイドルマスター1 for all をご紹介いたします。ゲストはこちらの方々。はい、皆さんこんばんは。おにぎりはー、星ミキ役のありがとうございます。星ミキ役の長谷川明子です。今日はちょっと、オレンジ着てますが透けちゃうからグリーンバックでね。確かにね、グリーンバックでね、こう透けちゃうからということでお察しください。よろしくお願いします。完全にね、体に穴開いてるね。そうなんだよね。まあ穴開いても可愛いけどね。可愛くはないですから。そしてそして、はい、四条高根役の原由美です。私は一応高根さんから着ることができました。そしてそして、バンダイナムコさんからはこちらの方々にお越しいただきましたよ。はい、バンダイナムコスタジオのアイマスチーム加藤です。よろしくお願いします。熊友ちゃんも一緒に来てもらいました。えっ、かわいい。そして、はい、同じくバンダイナムコスタジオの小柳と申します。本日はよろしくお願いします。ということで進めていきましょうかね。はい、まあ皆さんご存知でとは思いますが、アイドルマスターシリーズ最新作でございます。はい、今回もナムコプロの専属プロデューサーとなって13人のアイドル候補生をトップアイドルにプロデュースするという内容でございますが、はい、さあ特徴を聞いていきたいと。まあ今回のアイドルマスターなんですけども、はいはい、まあ本格的なまたプロデュースゲームということで、うん、久しぶりにですね PS3 の方で、開発しました。でこれまではですね、無印、まあ、SP っていうのがまあソロプロデュース、うん、で、アイドルマスター2の方ですね、こちらの方が3人プロデュースということでやってきたんですけれども、今回のですね、ワン・フォー・オールの方は、なんとですね、まあ、最初はですね1人から始まっていくんですけれども、うん、徐々にですねプロデュースするアイドルが増えていきまして、最終的にですね13人全員をですねプロデュースするというようなゲームになっております。はい、そして期限も決まってない。そうですね、はい、エンドレスでいける。今まではですね、まあ、1年間っていうプロデュース期間があって、うん、まあ、その中をですね限られた中1年間をどう過ごすかっていうようなゲームだったんですけども、うんうん、今回はもうそんなの取っ払っちゃえっていうような感じで取っ払っちゃいました。大丈夫ですか、ゲーム的要素は。ゲーム的要素、はい、すいません、ありがとうございます。ゲーム的要素としてありがとうございます。ありがとうございます。まあ、新システムとして、はい、まあ、アイドルスキルっていうような、まあ、システムを今回ですね、うん、初採用しております。アイドルがですね、まあ、成長していきますと、そのアイドルの方がいろんなですね、まあ、アイドルスキルっていう技を覚えてきまして、うん、まあ、それでですね、まあ、強化されていって、まあ、ゲームの方も有利に進められるっていうような形になっております。うん、はい、なるほどね、はい、さあ、せっかく2人に来ていただいてるんで、はい、2人のキャラの内容について触れられるところまで触れられるところまで。大ちゃん、できるだけこっち向いた方がいいと思うよ。んそんな名人を見てますよ。そっから、いや、そっからあと30度ぐらいこっち向いて。そうこういう人なんであんまり気にしないでいきますか。こういう人なんですね。そうですね、私が演じさせていただいているのは、うん、星美希ちゃんという、はい、金髪でナイスバディで繊細で、うん、でもちょっとマイペースなすっごく可愛い女の子なんですけれども、まあ、こう才能が溢れるがゆえに何でも結構パッとできてしまうところがありまして、うん、まあ、そういうちょっと気まぐれな部分もあり、なかなかこうモチベーションというかやる気を出させることが難しかったりするんですが、最初はそこがです。長谷川さん、お願いなんですけど、はい、こっからの続きを。本当にさ、彼女の声でお願いできないですか。彼女そこのカンペおかしくね。いや、このカンペはいいけど、いいからね、このカンペはいいけど、はい、彼女の声で。あ、声で、うん、声で、ミキでミキちゃんで、ミキで、どんな話が趣味に走り出したの、どんな話なのか、うん、いいじゃないか、せっかく来てるんだから趣味の話怖えよ、怖えよ、怖い。ミキで言うと、ミキの
話なの。ほらちょっと待って、あと早かったかな、あのね、投入が早いです。まだ早いです。俺的には全部ミキちゃんの声でもいい。まだね、実践配備ができてません。そうだ、ごめん、じゃあ戻っていいです。後でまたお願いします。そうです、すいません、ちょっとあの説明はちゃんとやらせてあげました。すいません、はい、ちょっとごめん、名人落ち着けというコメントがいっぱい。まだ早い、はい、はい、そう、じゃあもう高根さんのストーリーの方。はい、はい、高根さんだ。はい、高根さんはですね、あ、高根さん自身はすごくこうミステリアスで、うんうん、ちょっと王女様っぽい雰囲気もあって銀髪で、うん、すごくあのね、あのもう秘密だらけでですね、あのちょっとだけなんか不思議な女の子なんですけれども、まあ高根さん自身はちょっとだけこうなんて言うんですかね、悲壮とまでは言うのか分かんないんですけれども、空気を身にまとってはいるんですけれども、今回はプロデューサーと、まあ、あえてちょっと日常生活っぽいのでやり取りしつつも、まあ、高根が少しずつ変化していきつつで、あとは私的ポイントは、うん、あの高根さんはすごくラーメンが好きなんですけれども、そうだね、そうなんですよ、うん、ラーメンが好きなんですけれども、ずっとずっと今までのゲームでもラーメン、うん、ラーメンって出てきてたんですけれども、うん、今回はなんとそれがおでんになっているという。どうした？おでんなんで、どうして、カズさんどうしたのよこれ。いや、ね、日常でもなんでもねえぞこれ。と一緒にラーメンも取っちゃったの。どうなんすかね、ディレクターどうすか。ラーメン飽きた。あったー、ラーメン飽きたからね。そうですね、別の味も改めて覚えたっていう。そうですね、別の味を覚えた。そう、世間知らずの、そう、高根さんが完全にラーメンからおでんってもう、はい、飲みの締めだからね。そうだよ、高根さん一杯引っ掛けた後みたいになっちゃった。いやでも今回のストーリーにもうおでんはもう本当欠かせないです。そうです、大事ですね。皆さんぜひプレイしてください、はい、そうですね、はい、じゃあ早速ゲームの方を見ていきましょうかね。はい、うん、よよっ、およよよよ、もう最初から見せ場なんです。見てください、このボーディングが。ドット絵、ドット絵。12週、まあこれあれですね、春から本当は始まって、まずワンシーズン春が終わって、夏を迎えて夏の最終週っていうことになります。なるほど。おっ、ちょっと高根が、わー、素晴らしい、よろしくお願いします。プロデューサー、わー、綺麗、高根さん綺麗。ちょっとすると自画自賛みたいな。そうですね、すみません、綺麗だよ、綺麗だよ。また高根さんだ。あー、すごい、なんだ、本当だ。ですね、で今回からですね、今まで事務所の方っていうのは 2D で描いてきたんですけど、今回から初シリーズ初の、まあ、3D 事務所っていうのを採用してます。で朝はですね、こうプロデューサー視点で、まあ、出勤する風景が描かれるんですけど、はい、もうかなりのバリエーション、このナムコプロの日常風景っていうのを描いてます。はい、響き何があったんですかね。走り去ったんです。今はこう高根さんなんですけれども、はい、まあ、日によってははるかが出てきたりとかですね、はい、まあ、いろんな女の子が出てきますんですけど、ね、まあ、これもバリエーションどのぐらいあるんでしたっけ。ちょっとその言えないぐらい、でも1年間経ってももう見切れないぐらいの量がいっぱい入って、すごいですね。でちょうどこの週はあの誠の誕生日の週に当たるので、後ろがあのちょっと微妙にな、ね、リバースで誠って書いてあったんですけど、こういった楽しみもある。カメラ位置映せないですか、こう。映せない。まあ、それはないんだ。できないです。もうせっかくあの写真のテクニックあんだからさ。ねえ、もう、まあちょっと、いや、ごめん、なんで向かせないの。ちょっと映しちゃいけない。じゃあこの次お願いしますね。じゃあこの次どれを。じゃあまずは触れ合いで。触れ合い、はい、アイドルとのコミュニケーションをちょっと取っていただきたい。いい言葉だ、コミュニケーション。じゃあまずはるかから今いい感じですかね。いやいやいや、せっかくお二人がいるのに、なんではるかなんだよ。僕はるかが、はるか推しです。それはいじめに近いですよ。でも推しはしょうがないですよ。そうだね、推しはしょうがないですよ。推しはしょうがないよ。まあでも今回ちょっとこの二人のどちらかということで、はい、ちょっとできれば二人でじゃんけんしますか。え、じゃんけんする。え、ちょっと待って、え、見るの。そんな難しいな。じゃあ私も見ようかな。いや、俺久々に見たそれ。はい、これで勝てるのかよ。いくよ、いくよ。最初はグー、じゃんけんグー。あー、お、素晴らしい。やりはミキだ。じゃあもうここはミキで。ありがとうございます、はい、
で、原さんにはあの声でちょっと参戦して、はい、アドリブで高値で参戦する感じですね、はい、すごい逆にハードル高値さんが実況するってことそうです、まあ、すごいここでしか見れないコミって感じコミですね、うん、ミキではありませんでしょうねこちらを向かないのですかいいなこれ完全に心霊現象だね。車って持ってると嬉しい？あってよかったって思う？そうなんだ。いいな。ミキも車欲しいな。買ってあげるよ。覚えれば操縦できるね。パパ。いいかな。なんか青春の会話です。中学生ですから。中学生じゃダメなの？でもミキなら平気と思うけどな。割と何でも上手だし。確かに。そうだね。なら運転しなければ平気だよね。ミキは車持ってるだけで別の人が運転するの。先に言われちゃったな。運転手さん。なんか名人。あら。何？いやいやいや、何でもないです。ここにいるよ。で、プロデューサー。あらあら、あー、あらあら、いいですね。運転のプロデュースをお願いね。ミキが呼んだらすぐに来て、終わったらすぐに帰って。まあ、こんな作品や。運転のプロデュース。これは嫌だな。うまいこと使われてますな。ねえ。ですまあ、あのこんな形でですね、あの自分がプロデュース中のアイドルとは、まあ、いつでもこういう感じで触れ合いを行って、まあ、コミュニケーションを取ることができるという形になっています。なるほど。で現在プロデュースしているアイドルが今はハルカと、まあ、フェアリーさんに、まあ、ミキと、高根と響きっていうような今状態になってますね。これは何人までプロデュースできるんですか？これが最終的には13人まで。あ、いっぺんに13人見るの、はい、忙しいプロデューサーだよ。そんな忙しくはないので、まあ、まったりと。はい、ほらパーフェクト、パーフェクト、すごーい、すごーい。まあ、今回は選択肢が出なかったんですけど、うん、あの選択肢があったり、うん、まあ、タッチのコミュになったりとかっていう風にあのバリエーションはいっぱい用意させていただいております。はい、でどうしましょうかね。もう早速行っちゃいます、ね、はい、見せちゃう、はい、で、なぜですね今回ですね夏の12週っていうのを選んだかというとですね、うん、はい、今回のですね、ワンホールには、夏と冬にですね2回ですね開催されるオールスターライブっていう仕様が入っております。で、オールスターライブはですね、プロデュース中のアイドルとかそういったことは関係なく、うん、ナムコプロアイドル13人全員で参加するイベントになっています。はい、まあ、本当に現実にもですね夏と冬ってライブやってると大きくなりますよね。はい、まあ、そこら辺ってまあ現実にちょっと近いんですけれども、実際にですねこれをですね、挑戦今回やってみようと思います。でですねオールスターライブは、13人のアイドルを3ユニットに分けてチャレンジするんですけど、うん、せっかくですから原さんとですね、はい、原さんにもそれぞれ、はい、担当していただいて、はいはい、プレイしていただきたいと思います。私が後で絶対会場に行きますから、みんなで盛り上がるライブにしてくださいね。ちなみにですねうまくプレイしないと最後に、13人 のステージシーンが、え、完全プレッシャーかけられてる。見れないかもしれない。ちょっと重大です。今ご覧いただいてる方も、ああここも新しいところですよね。ライブの前には必ずですね、まあ、全員集まってですね何かやるんですけど、まあ、まだちょっとその前かな、はい、今ミキとちょっとコミュニケーション取ってる状態ですね。ミキかわいい、すごいキラキラですね。キラキラ、これバッテリーどこに積んでるか。現実問題、生々しいな。服着たくないだって、こういう服。確かにあったら着てみたいと思います。そうですね、一度は着てみたいですね。ちょっとでも危ないかもしれないですけど。そうだね、はい、一度ユニットですね、はい、ちょっと構成してください。はい、まずはじゃあミキからですね、ミキ中心のチームと、こっち5人の方がいいんじゃないの。あ、まあ3、じゃあ高根さんも5人がいいんじゃないの。そう、もう、あ、そういう感じ、どうでしょうかね。え、うん、そこそこできるかな、ドキドキするね。最後、あずさでよろしいですか。これを
響きで。響きで、ああフェアリーにするんですね。はい。はい、で曲は。曲は。レディー、チェンジ、うん、フルフルフューチャー。なぜフルフルフューチャーが響きなんだっていうのはありますが、まあ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 いろいろ事情あるんで。はい、じゃあ事情がね。はい。ではでは。はい、アッキー頑張れ、頑張ります。よろしくお願いします。あー、このドット絵いいね。はい、これ全員集合。全員集合版ですね。オールスターライブならでは、はい、なるほど、映像になります。ドキドキする。あとローディング中のキャラクター、隠しキャラクターとかもいたりするので、ぜひ見つけてください。はい、それでこの後ボーレミニゲームがあるんで、こう始まったところでいいタイミングで丸ボタンを押して気合を入れてください。あ、なるほど、丸を押すんだって。ちょっと待ってくださいね。はい、まだね、このぐるーあと何個、わすごい、ライブ前みたい。本当画面は真ん中見てくださいね。タイミング合わせるのは画面真ん中のモニター、真ん中のモニターがね、はい、ここでこの次ですね、はい、いいタイミングで丸ボタンを押す。はい、 OK。 おーい、素晴らしい。まあまあでも失敗してもあの再度チャレンジできるんで、何度でも。はい、いいな、スタジオも一体感が出ましたね。すごいですね。今ちょっとすごいドキドキしてる。しまった、渡してしまったそこじゃないみたいな。ガタ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 、ドキドキ、ドキドキする、ね、ドキドキするね。はい、始まりました。で、ミキを中心としたこれはまず5人ユニットになってますね。はい、で、まあ左からダンス、ビジュアル、ボーカルっていうまあ、イメージリングがありまして、まあ、どれかのイメージを、まあ、曲のタイミングにですね、合わせてアピールしていくっていうようなゲームになってます。でですね、さっきもうすでに、あ、これボルテージゲージマックスですね。今、あ、ミキのバースト準備。頑張って、頑張って。おー、素晴らしい。今のは本当に素晴らしかったのかどうかは別として、はい、別としましたね。で、基本のですね、そのダンス、ビジュアル、ボーカル以外にバツボタンを押すとですね、そう、思い出アピールが、はい、はいはいはい、いきます。そうするとですね、ボルテージゲージの方が一気に溜まりやすくなってますので、バツボタンを押してますが、特にもうなくなってます。思い出がなくなってる。思い出がなくなると、はい、思い出アピールは使えないんです。思い出がなくなると、はい、思い出にはちょっと限りがあるので、ボタン、ボルテージ、バーストアウトチャンス。ナイスナイスナイス。アピールよ、いいんじゃないでしょうか。ああ、もうこれ全然いいですね。いいですね、はい、これは。はい。何か聞こえる。なんかレディーが流れると歌わなきゃいけない気がする。確かに。盛り上がりに行ったからね。終わった。はい、こういう形でですね、まあ、13人組の第1組目はこれでステージ完了っていうことになります。はい、続いて今度は、まあ、はい、高根さんを、はい、中心にしたユニットになって2戦目という形になりますので、了解です。ゲージとスコアがそのまま引き継がれて、全員13人で一つのライブを作り上げる。重大責任、重大。また思い出の方が回復してるんで、バツボタン使えるようになる。そうなんですね。そっか。前半で使いすぎない方がいいんですか。そうですね、使えない。でも5個あるんで。はい。はい、上手だね。簡単。たぶん、2人の丸いところのパーセンテージありますよね。はい、あそこちょっと説明していただけません。はい、これがですね、興味レートと申しまして、このパーセンテージはですね、パーセンテージがどれだけ高いかっていうのがあります。はいはいはい、なので、このパーセンテージがですね、上がっているところをアピールすると高得点を得られるっていう。ダンスとボーカルとビジュアルってのが、はい、高根のバースト
あると思うんですけど、緊張するあそこの数値が高ければ高いほど得点も上がりやすくなるので、あの数字とパーセンテージを見て、あの自分のアピールするものを決めていくっていうのをやっていただきます。だから、例えば今ダンスだったら下がったんだけど、押さなければあの数字はどんどん下がっていって、あ、他のアピールをしていくと回復してあ回復するとね、はい、逆なんですね。これはいい調子ですね。いい感じ、もうクリアしちゃってる感じですね。頑張れ、しちゃいましたね。あ、本当ですか、上手ですか、私たち上手です。あーあ、まだあった、あ、そっかそっかまだあったでですね、2の時はですね、はい、これですね、ゲームの終わりが分かりづらいっていうような指摘がすごいありまして、うん、今回ですね、今出てるんですよ、ラストあと何秒で終わるかっていうのが、クリアできたかもしれない、あのボタンを押すと、おー、すばらしい、これ、いいですね、すごい、そうすると延長してスコアがさらに稼げるっていうような仕様がギリギリでバーストアピールを言うようなので、はい、あー、素晴らしい、さあ、おー、さあ、ですとここまで本当は苦戦していてですね、あのまだクリアしてないかなっていうようなイメージだったんですけど、お上手すぎたみたいですね。やりすぎた、小柳 D でなんか逆転クリアっていう予定だったんですけど、その必要もない状態ですね。まあまあでも、まあまあまあ、いいんじゃない、今日せっかく2人来てんだから負けちまえば、貸していただいて。これは本当はミキの曲なんですけれども、懐かしいこの感じね、さっきよく踊って歌ってたね、そう、なんか振りもね、うん、すごいゲームの振り取ってくれて先生が、うんうん、確かに面白かった。あ、勝てるよ、本物、あ、ミスったミスったどういうことこれまずいから今回ですね、そのバーストアピールの方もパワーアップしておりましてですね、実はですね、バーストチャージっていうスキルが実際は存在していてですね、まだちょっとこのレベルだと解放されてないんですけど、ボルテージゲージをレベル2、レベル3っていう風にですね、パワーアップさせることができます。で、ボルテージゲージがレベル2の状態でバーストアピールを行えば、デュオバーストっていう形で2人でバーストアピールを行うっていうような、はい、ことができて、さらにレベル3になるとですね、まあ、トリオバーストって言って3人でバーストアピールを行うっていうようなものが入っているので、ぜひですね、それもですね、育て上げて、スキルの方を解放させて、バーストアピールトリオぜひ発動させてください。あ、最後、うん、あれ、ここでバーストで終わるんですけどあれ終わっちゃった、あら、なんか余裕余裕ですよもうちょっとこれ本当はもう一個難しいのをやろうと思ってたんですけど、この後の13人ステージをどうしても、ぜひ見ていただきたいということで、ここ大事ですからね、はい、おー、懐かしい、ありがとうございます。次に頭から流すの、ここで、あ、今出ましたね、ワンフォーオール、おー、うん、ワンフォー、あの、すごいうまくライブが成功するとワンフォーオールっていう表示が出ますので、はい、これになるとそのオールスター大成功、あ、すごい、はい、アンコールにつながって、でもちょっと浮かないかも、あれ、どうした、だオールスターライブでもミキたちやれたんだね、みんなもう一回なの、よし、やるぞ、これで13人、はい、来た、13人来た、時間いっぱいゆっくり聞こうよ、ね、うまくいかないとこれ3人、あの3曲で終わっちゃうんですけど、本当ですか、はい、今回ちょっとね、すごいな、はい、で今回このステージでやる曲が、あのテーマ曲のオンリーマイノートという、すごい、すごい、かわいい、迫力がすごい、これでナムコプロ全員集合、オールスターライブの締めって感じ、うわ、すごい、やった、
石も、うん、映ってましたよ。マジか。もうだ事故。いやこれ以上はちょっと。どうしたどうした。これ超超。リンコうつ。リンちゃん B がいた。おかしかろうよ。ちょっとメニュー8万円とか。ちょっとここら辺でちょっとあの開発的には。何だ知らない。何開発的にはって。こんな状況であれなんですけど。開発的には。はい。宣伝的には流したって OK なんだよ本当は。いやでもまあ俺的にはだけど。ありがとうございます。まあじゃあちょっとここでちゃんと進行ですね、はい、お知らせ的なことをね、はい、やって帰りましょう。ありがとうございます。ちょっとさせていただいて、プレイステーション3からですね、5月15日に発売となりますアイドルマスター1フォールですね、こちら初回限定版のパッケージになっております。はい、裏と表、はいはい。で、明日の方はですね、ニコニコ超会議3の方に出させていただきまして、うん、ホール4超アニメエリアにて、ジ・アイドルマスターブースナマスカレボリューションというイベントもさせていただいてます、うん、でその中ではあのゲームチャレンジワンフォールしてみたということで、響き役の、沼倉さんですとか、ゆきほ役の、朝倉さんですとか、うん、あとは、まあ、DLC としてすでに発表させていただいておりますですね、神崎蘭子の内田さんですとか、あと箱崎セリカの朝倉さんとか、うん、あともちろんあの皆さん大好き総合プロデューサーの、はい、あの坂上プロデューサーも出ますので、ぜひお越しください。はい、ぜひぜひ明日でございますよ。最後納得いかなかったんで、なんかください。もうテンション。なるほど。ね、うん、じゃあ、ね、熊友ちゃん、熊友ちゃん結構たくさん。これ、やべ、名人が切れる。怒りがですね。これで済むと思いますか？なんか、名人が起こしちゃうので、このミキと高根のサイン入りサイン入りでーす。プロデューサーからちょっとポケットまであとは、はい、熊友ちゃんという名人顔をすいません嘘です。アイドルマスターワンホールの限定版を1名さん本当ですか、はい、ね、こっちにもサインってありパッケージあ、もちろんいいですか、はい、ということでたくさんいただきます。これは、はい、プロデューサーセットですか、バラバラセット限定版あ、いや、バラあバラ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 はい、はい、バラバラでございます。あー、内山と違うおー、どうしたどうした何でもありません。二つ用意いたしますので、はい、二つえ、ツーセットツーセットツーセットになったの。あれそういう話だよな、今言っちゃう。これとこれとこれです。そうです、これ1名ずつ。あー、そういうことですね。はい、ありがとうございます。あ、よかった。いや、でも2セットでもいいんだよ。構いませんか。わかりました、じゃあ加藤僕の力で。わー、力これを2セットね、はい、で、それぞれ1つずつ。なるほど。ただ、サイン入りはこれ1つしかないので、はい、もう1つの方はちょっとサインはなしかな。ですね。あ、そうですね。あ、ちょっとすみません、サインに関してはちょっと後日、まだこれ、あ、そういうことは発売3週間後だもんね。そうですね。はい、そうですね。そっか。じゃあ、できるだけプロデューサーの力で、はい、サインをもらってきてください、はい、もうぜひともサインを伺いますぜひぜひお待ちしております、はい、ということで、フィギュアの方はそれぞれ1名様、はいはい、でパッケージの方は2名様ということで、はい、はい、詳しくはエンディングで、はい、ということでメーカーさんいらっしゃい2、ここまでのゲストはバンダイナムコスタジオの加藤開発プロデューサーと小柳開発ディレクターでした。